はい、サイグスヨチョガナビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、3月の27日月曜日、旧暦のうちなぐいみは2月の30日なといび。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。いやー、暖かくなりましたよね。しかしながらこう気温の方はねあまり上がらなくて、最高気温も21度、はい、ということでございましてね、ちょっとこう日向に出るとね暖かく感じるわけなんですが、風が北の風なのでちょっとね冷たく感じますね。体調を気をつけてお過ごしいただきたいと思いますね。私もね先週、週末にかけてぐらいかな、ちょっと気温がぐっと低くなった時にねちょっとこう鼻水は、だらだらしておりましたけれどもね、ちょっとこの週末で頑張って直した感があるわけなんですが、皆さんもお気をつけてね過ごしてください。お天気の方は晴れマーク1本となりましたね。たった今沖縄気象台11時発表天気予報によりますと、しかしながら風は、やはり北の風やや強くということでございましてね、海上も波の高さは 2.5 メートルということでございますので、海上の方もお気をつけください。よろしくお願いいたします。お天気の方は週末まではこれのかな感じでいきそうなんですけど、週末また崩れてくるということでございますのでね、まあ4月ね、3月の年度末ということもございまして、なんか締めのなんか暖かさをねいただけるのかなと思ったりもしますけども、まあ4月も新しい、また新、ね、年度を迎えるということもございまして、今日も、読谷村の方では、3月議会もう最終日明日までということでございましてね、取り行われておりますので、ぜひ傍聴の方にも足を運んでください。さあ読谷村ですよ、今日も1時間お付き合いください。お相手はなくすにとまるです。ゆたしくにげさびら。さあお送りしていきます、インタンジャー出番です。今日もゲストを迎えての1時間、今日は久々って思ってたらなんか初めての出演だということで、日頃からいつもよく顔を合わすもんですからね、この方々とは、私もねまあ稀になんですけどね、ちょっとこう夜飲み屋とかで、飲み屋って言ったら変な言い方ですね、ちょっと会合とかでね、お会いした時にはねちょっとこう、シージャゴ足してからちょっと語ってしまう、つい癖が最近ね、彼らの前で出てくるわけなんですけどもね、まあ明日の我が読谷村を担っていただけるであろうということでね、期待もしながら、私もまた、若い人たちの、こうなんかなんていうのかな、考え方というかね、そういうものもね知りたくて、接してるんですけど、結構やっぱりCジャパワーって言われるんでしょうね、やっぱりそういうところが。ずっと喋りっぱなしでね2時間3時間になってしまうということで、 かなり迷惑かけてる皆さんでございますが、はい、商工会青年部の、今日はお二方をお迎えしております。改めて、自己紹介してもらいましょう。まずはこの方から。はい、皆さんおはようございます。読谷村商工会現部長でありますアメイク龍一と申します。よろしくお願いします。あー、アメイク部長、はい、ありがとうございます。はい、現部長ということは、はい、なんか次の部長がなんかもしかすると、そう、候補者がいて、僕の部長生命はあと1ヶ月とちょっと、うん、もう1ヶ月切ってますね。あ、そうなんだ。1ヶ月ぐらいですので、あ、まあ今現部長と言わさせていただいてるんですけども、もう次のこう候補者っていうのがもう上がっていて、はい、立候補者一人でしたので。え、そうなんだ。はい、すぐ決まりました。間違いなく、はい、そこに行くだろうと。はい、でも辞退されたら困るね。辞退されたら困りますねその人に次の部長決めてもらわないといけないですね。あ、なるほど、なるほど。あ、そういう形を今で担保取っとかんというかね。はい、はい、ということで今日はね、我が読谷村商工会のね、青年部であります、はい、部長のアメク、リジさん来ていただいております。はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そしてアメク部長、今日はゲストを迎えて、ゲストインゲストということで、はい、また素敵な方を、はい、そうなんですよ。素敵な方って言ったらや、まずむずむずするやつや自己紹介にしようか。あ、僕が紹介しましょうか。はい、そうです。私が次期読谷村商工会青年部
部長になる予定の候補の江田高成と申します。はい、あ、そうなんだ。はい、そうなんです。あ、次期部長予定で、はい、あ、じゃあ今度の総会に、はい、そうですね、決められたら、はい、もう承認を造反議員とかいたら困るや。どっかの機会みたいに。寝回しもしてるので大丈夫か。大丈夫だと思います。あ、でも江田さんも今日はありがとうございますね。はい、はい、ありがとうございます。まあそれぞれね、青年部ですから、はい、授業もやってるわけなんですけども、はい、阿美子町は、あれは波平でいいのかな。そうですね。ね、波平で車の修理工場やってます。うん、アメックテクニカル。はい、ね、そうです。やっておりましてね。そして、江田さんの方は。僕は富谷の方で、うんうん、中華ラーメンジャンっていうラーメン屋を、はい、やっております。はい、私も昨日そうです行きましてね。 ありがとうございます。偶然にも、はい、ラーメンね、俺は食べなかったけど。そうですね、なんか先ほどもなんか寒いからラーメン食べるって言って言って、まあ結局やっぱりレバニラを。レバニラでした。もうね、もうね、ポークと卵とさ、はい、レバニラはダメだな。あ、そうですか。あ、もう弁当屋行ってポークと卵があったらどうしてもポークと卵を取ってしまうと。色合いもなんか惹かれてしまうし、ね、ね、はい、黄色、黄色と赤と。俺ね、もうジャンに行ったら今度ラーメン食べに行ってるのに、はい、メニューあるさ、メニュー見たらこうね、やっぱりこうレバニラに行ってしまうんだな。そうですよね、娘に散々言われましたけどね。え、ラーメン食べに来たんじゃ、来たんじゃないのと。そんなこともありましたけどね。はい、まあでも最近ではね、青年部の皆さん方、まあ江田さんのところもそうなんだけども、各いろんなイベントのところでもね、青年部のテナントを作ってね、はいはい、資金造成だったりとか、はい、もう本当にこう盛り上げ役に徹しているっていうか、はい、そういうところが、本当にこう事業のこういろんな、事業の中でね、皆さんの活動が、お見受けすることができるんです。先だってのその家賃分でも、はいはい、そうです、頑張ってましたね。はい、毎年出させていただいて、ね、あれ結構なお客さん来るから低減売り上げあったんじゃない。そうですね、もう、はい、数万人が来るっていう、ね、はい、沖縄の三大行事でしたっけ、ね、うん、そうですよ、本当、はい、すごいです。だってこの読谷工場跡地のこの滑走路あるでしょ、はい、ずーっとずーっと、ね、工事やってるところまで、はい、あ、そうなんですか。あの車止まって、なんか機械があるさ、はい、ラジオ聞いてる人全然わかんないけど、あの人わかんないけどね。ラジオ聞いてる人わかんないように、まあ、距離で言うと 500m ぐらいあります、うん、あるよね、もっとあるかな、はい、でしかも裏側もよ、はい、文化センター、増進センター、はいはいはい、あの辺も駐車場になって、はい、すごかったです。とにかくでもそういう中でね、あのテナントは阿美子部長、はい、青年部だけじゃなかった、飲食関係は、ユンタ市場は当然あるけど、JA、うん、農協、うん、漁協で、漁協の女性部っていう形でそれぞれが各団体を代表して出てはいるんですよ、うん、なるほど。いやでもすごいね。まあ、でも、ああいうところでやっぱりこう商工会青年部っていうね、旗を上げることで、はい、あ、うん、青年部の活動っていろんなことやってるんだなっていう一つがね、はい、地域の皆さん方にこう知らされることができるっていうのはまたいい機会でもありますよね。はい、そうですね、うん、またね、うん、青年部のメンバーはまた頑張って協力してくれるからね、はい、いや、みんな頑張ってる、素晴らしいですよ。それぞれの事業所があるにもかかわらずですよ、こういうことをやれるっていうのは若さだなと思ったりもするわけなんですけど、それをまた認めていただいてるそのご家族であったりとか、それから会社のね、うん、はいはい、上司の、ね、サラリーマン部員も今多いはずですからね、うん、そういう皆さん方のご協力、事業所のご協力もあってからこそ青年部活動ができるっていうこともね、はい、また、地域の皆さん方本当にお礼方々であるわけなんですけども、うん、さて今日は、はい、まあ、そういう読谷村商工会青年部、ね、はい、数ある、いろんな事業をされている後半でその辺の詳しいお話を伺いたいんですが、はい、部長、はい、なんかニュースがとっておきのやつが、もう今日部長、次の部長の挨拶をするために来たわけではなく実際はですね、そうも取られるな、この若い経営者の主張発表大会っていうのが毎年行われてまして、うん、その代表、読谷の代表をまず隣の江田さんが勝ち取りまして、その読谷の代表が8市町村、うん、中部の代表を決めるための戦いが先日ありまして、そこでまた中部の代表まで決定してありがとうございますしまったんですよ。すごいな。でいうと10年ぶりぐらい、読谷が代表を取るのは、そうなんだ、はい、中部代表で、はい、中部代表になるのが10年ぶりぐらい。前回の代表がスカイ観光の富山勝則さん、いや、ああ、今旅ラボね、今旅ラボ、当時スカイ観光で、あとは当時の時代、当時のスカイ観光、今の旅ラボの勝則さんが8、9年前に中部の代表になって、それ以来の快挙だ、すごいですよ、すごいな、まあ、今から県まで取るって言ってるので応募してるからね、おそらく県内のその
地区代表者がラジオで出てるっていうのは多分ないだろうね。はい、ないはずです。ですね、こんな光栄なことないですね。いやー、ありがとうございます。これはもうぜひとも県代表勝ち取って、はい、九州に行ってもらいたいね。はい。その時はまた阿美子町なんか応援しに行くでしょ。はい、もうみんなで大分なので、温泉も入れる時期なので。いいね。え、九州大会っていつ頃なの？9月10月の、ね、まだはっきりした。9月の下旬ぐらいですね。うん、はい、ああ、そうなんだ。はい、ああ、うん、でも楽しみですね。それもね、また一つ、うん。やっぱりこういうね、代表とかなんか決まると、はい、うち盛り上がるんじゃない？部員も、はい。僕は見れなかったんですけど、当日、うん、別件で。でもすぐ LINE が来て。江田さん、まさかの中部代表決まりました。まさかの。いや、僕最初嘘だと思ったんですよ、うん、別の副部長から来たんですけど、いや、これはないよって江田さんがまさかの、いや、これもと思ったら、うん、本当でなら部長が出るタイミングだったんですけども、はい、あのアメクさんが、うん、アメク部長が出る、うん、ちょっと予定で、うん、あの行けなくて、急遽江田さんにお願いしたんですよ。部長命令で、あ、行けるよねみたいなですよねっていうか、まさかの代表。今現副部長だった。はい、現副部長アメク部長です。部長が僕で、はい、江田さんは現副部長です。副部長で、ね、副部長、はい、うん、そうそうそうだよね、はい、でやっぱりこうそのいう意味ではやっぱり順序的には部長から先だった、はい、なのに、はいはい、背中を見て僕もその背中を打って、次行こうかみたいな逆に見せてしまって来年が楽しみです。代表取っちゃったんで来年僕出づらいよな。確かにな。そういう意味で、いやでもこれはあの若い経営者の出張発表高いってさ、はい、確かもかなり歴史はないんじゃない、はい、もう全部始まってからずっとやってます。そう、38回ぐらい大会って言ってました。確かそうだと思うよね、うん、俺なんか時代からあったような気がするんだよね、うん、確かな、はい、でも、うん、そんな中で本当にもう本当にこう10年近くね、はい、富山勝美さん以降出てなかったということでは、はい、本当にこう頼もしい限りで、はい、もうここまで来ればと、はい、でもそうです、ね、俺イメージ的に江田ちゃんはさ、はい、そんなその出張発表大会やるようなタイプじゃないようなイメージがあったの。今でも自分でも思います。はい、本当に人前で立ってこう喋るとかもう本当、ね、てか基本的に喋るっていうのがあんまり話さないさな。そうですね。もうシャイでね。でも江田さんは準備させたら完璧なんですよ。またそこは、はい、いやいやいや準備させたら完璧で。これはなんかビジネスに合ってるね。いやいや、うん、あの無茶ぶりの挨拶、ちょっと乾杯のとか言われると、うん、あたふたしてるんですけど、もう真っ白ですね。前日に乾杯の挨拶お願いって言ってればもうメモして持ってくるぐらい完璧。メモして。ああ、なるほどね。すごいね。いやでもね、こういうあの出張発表大会っていうと、まあ8市町村から来るということであれば、やっぱりこう読谷も江田さんを応援しに行くっていう風なね、はい、会場の方にを、はい、いうことでメンバーが行くと思うんだけど、はい、やっぱり他の市町村だって同じでしょ。そうですそうです、ね、8名が登壇する応援をするわけだから、100名ぐらいの応援団がいる中でのすごい、それだけの数の前で。そうですね、まあでも本当に読谷村からもたくさんの、うん、応援団、はい、FM のこの増谷さんも、うん、増谷さん、そうですね、はい、あ、応援していただいて、はい、すごいな。いろいろもう結構最初は、うん、あのヨギファームの正近さん、うん、ヨギさん、うん、しかいないってあの LINE で、うん、あの応援、あの受ける人って手を挙げたのが、ま、ヨギさん一人だったんですね。けうん、うどうしようみたいな。でも2人からみたいな、すごいたくさんの人が来てくれて、嬉しいね。行ってください。ありがとうございます。できなかった分、僕その時台湾で遊んでたので。遊んでたかい。いやでもね、そういうたくさんの方々の前で、はい、ね、海田の青年部の前で発表するのとはそれ違うでしょ。全然違う、ね、全然もう人数がやっぱもう倍なんで、はい、しかもみんなさっき立ってるでしょ。俺がっていう人たちが来てるわけだから。そうですね、もう声の張りとかもやっぱ、うん、もうやっぱ主張がすごいですね。あ、そう、本当にやってみて、周りの人たち、やってみてどうだった。やってみてやっぱり何回目だったの、その8名の中の大鳥です。プログラム的に鳥です。鳥です。マジだ。鳥の、はい、どうだった、その7人目までの心境は。聞いた後の僕だったんで、うんうん、どうだった。ラッキーみたいな感じ。いやー、まあ、正直ちょっと、いけるかなみたいな。じゃあ当日の模様から内容までお話伺っていきます。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は、我が読谷村の商工会青年部の、部長副部長お二方来ていただいておりまして、次年度はまた、現副部長、でありますね、今日ゲストに来ていただいております江田高成さん、ね、江田さんがまあ予定をしているということでございましてね、まあ、引き継ぎ式じゃありませんけどもね、今日はね先ほど副部長がおっしゃったように、沖縄県ね、はい、商工会青年部連合会の主催でいいのかな、あれはね、はい、確かね、若い経営者の首相発表大会とかあって、はい、その中部地区大会、はい、優勝したと、はいはい、ありがとうございます。そして続いてまた県大会に、県大会、はい、県大会いつなんですか。6月24日。そうですね、6月24日。なるほど、場所が未定なんですけど中部でやるんじゃないかと、うん、中部が主管になってますので、あ、今度はで読谷が候補に入ってるんですけど、うん、江田さんがあの優勝してしまったので、優勝した場所でさすがに開催っていうのはあの、なるほど、ちょっと審判とかいろいろあるので、あ、ちょっとどうなるかっていうことでまだちゃんとした場所は決まってないんですけど、うん、すね、中部でやることはほぼ間違いないです。なるほどなるほど。過去に地元開催の審査員が100点満点つけた人がいるんで、あ、じゃあ、まあ、そこでちょっと問題になったら、地元から呼ばれますので、あ、会場であったり、そうなんだ、であったり、なるほど、それは確かにな、うん、少し、配慮をね、はい、やった方がいいかなということでね。なるほど。でも6月24日に開催した、はい、決定です。日は決定ということで、はい、あ、なるほど。まあ、先ほどね100名ぐらいもそういうところでこうお話をしたっていう、日頃はあまりこういう機会がないということね、お話されてましたけど、でも実際こうやれということになって、はい、どんな材料内容の話をしようかなみたいになったんですか。そうです、まあ、部長から、うん、アメック部長から最初に言われた時に、うんうん、まあ、出てくれって、うん、もう本当に本当にやめようかなって青年部を思ったぐらいそういう場が苦手で、うん、なので、うん、でもそこからまあじゃあ青年部についてみたいなタイトルがあるんですけども、で一応まあ過去もう僕、何年かな、6、7、8年ぐらい青年部いるんですけども、うん、その中で活動的な大きい何かじゃあこれやったみたいなのがものがパッて言えなかったんで、ああなるほど、何かの事業を俺がリーダーとしてやったんだみたいなものがなく、そうですね、なんか予算を組んでなんかそういうなんか青年部のあんまり目立ってないそうですねだったので、一応、まあ、話せることって言ったら、まあ、なんかやっぱこの青年部に入った人とか、この出会った人、はい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 、っていうその流れで自分のこの、まあ、最初の、うん、商売の始まりとかを話しながら、うんうんうん、このその中で出会ったとか、うん、アドバイスいただいた、うん、もらったっていうお話をしました、うん、はい、うん、なるほどね、はい、はあ、でもアミコ部長ね、はい、青年部っていうのはやっぱりこう出会いだよね、まずね、はい、人と人のつながりが出来上がって、その反面免許しないけど、この部員同士でのその、うん、成長を見ることができるっていうのが紹介青年部かなと、僕もね経験があるから分かるんだけど、そういうのをすごい感じるんだけど、そういう意味では今回のテーマとしてアメック部長的にはどうでしたの。若い経営者の首相発表大会、うん、10分間話するんですけど、うん、やっぱり事業内容だけでは10分なかなか持たないですし、自分の気持ちがないと語れないんですよ。江田さんのいいところが自分、うん、リハーサルは見てるんですけど、うんうんうん、8割は自分のことで、2割が青年部、うん、まあ、もちろん自分のことも青年部に関わってるんですけど、うんうん、ほとんどが自分のことなので、うん、やっぱり内容がいいんですよ。うん、でちゃんと伝わりますし、うん、入ってくる、うん、それが勝利のポイントだったんじゃないかと。ありがとうございます。なるほどねやっぱりそのね、自分で事業をしてる人っていうのはやっぱりすごいこう思いがね、うん、やっぱありますからね、はい、そういう意味ではこの若い経営者の集い、首相発表大会か、はい、若い経営者の首相発表大会、まあ、これを最初に起案した人だって当然若い経営者だからこそ主張ができるであろうというようなね、うん、ものであったんじゃないかなと、うん、そういう意味ではそれにしっかりとね、はい、今阿部区長がおっしゃるように、うん、まあ、やっぱり勝利のポイントはここら辺、はい、うまく
これがただ相手のことをベロベロベロ喋るだけではね、はい、多分ノーだったんじゃないかなと、ね、ね、今の部長のお話なんですけども、まあ、さて、まあ、自分のことがね約8割ぐらいもあったんだということ、うん、確かにこのね、A さんもすごいこう事業をね今も展開していて、先ほどラーメン屋さんジャンの話をされてましたけども、それだけではないわけですからね、いろんなそのそこをベースにしたアクションプランっていうのがあるわけで、うん、具体的に内容もちょっともしよかったら、はい、まあ、ここで10分話してって言わませんけど、そうですね、大体のこう立てを、うん、なるほど、まあ最初、まあ、自分のこのあれですよね、まあとりあえずこの最初に始めたのがあのこのイベント会場とかお祭り会場でやる屋台の飲食の屋台を、はい、から始めたんですけども、うん、まあそれやっぱあの仕事がやっぱ週末しかなくて、うん、で空いた平日を利用して始めたのが最初に弁当屋さん、うん、あ、そうなんだですね、はい、ジャンの前に、ジャンの前はもう自宅で、仕出しを作って、その現場とか、うんうんうん、建築現場とかに、配達をしに行く、経営とかで、持って行ってる人たちがいますよね、あれをやってた、僕らもたまたまその当時乗ってたのが黒いKのバモスっていう、K のワゴンタイプだったので、うん、これはもう必然だろうって、これはもう弁当やれっていう意味だなと思ってですねもうあるものからとりあえず始めなきゃいけない環境なので、はいはいはい、まあそれを使って、まあ、弁当を始めたんですけども、やっぱまあこの100円そばとかいろいろサンドイッチとか乗せて、まあでもその当時が一番厳しかったというか、このなんかこの当時ってなんかこの弁当屋さんの、うんうんうん、すごいなんかな、本当にこの仕事、まあどの仕事も大変だと思うんですけども、うん、中でもやっぱりこの400円を売る過酷さっていうんですかね、うん、この400円なるほど、あれは本当にすごいいい勉強になったので、はい、今でもやっぱそのね、そんなでも何社かあるじゃないですか、うんうん、はい、うん、その人たち本当にもう心から本当に尊敬しますもん、なるほどね、それを自分が経験したからこそ思えるんだね、はい、そうですね、うん、この400円の中に本当にもうドラマというか、うん、もう本当に笑えないほどの重みの詰まった弁当だと思いますね、あれは、はい、いやそれをね我々はね本当、はい、日頃からいただいてる、うん、確かに400円弁当っていうのは沖縄のステータスみたいなもんであってね、はい、なおかつそれに100円そばも食って、うん、あ、100円じゃん、サービスそばも作ってくるっていう、そうそうそう、くっつくよねあ、確かに、そうですよね、それがまあ事業としてのやっぱりこうスタートであった、そうですね、ただ、はい、でも今のビジネスのやっぱりベースになってたのがそこだから、はい、ここは外せないわけだな、ストーリーの中では、そうですね、はい、この思いがやっぱりあるからこそ今があるんだっていう、はい、なるほど、そうですね、でもその400円そば、それを支えてたのは何ですか、これをやらなきゃいけないっていうのは、この弁当屋、うんうん、まあ、そうです、それはやっぱり、まあ、ちょうど生まれたばかりの子供とかもいまして、やっぱもうそのまあ、まあもちろんやっぱ支えなきゃいけないっていう家族とかですね、やっぱりこう、はい、背負うものがあるからこそ、そうですね、もう自分自身もう 100% 以上の力をやっぱり発揮して、はい、だからこそ言えるんだな、 100% このなんていうのかな、自分のこの人生をかけるっていうかさ、はい、そういうのがやっぱりこう相手に伝えるときにやっぱりもう力が出てくる、そこら辺が先ほど阿部区長が言った、はい、やっぱりこう思いっていうのがあるのかなっていう、はい、それやっぱりこう話するとき意識はしてる、うん、そうですね、うん、それちょっとやっぱステップアップで県大会に取っとこうかなと思います、うん、まだあるんかい隠し玉、いやもう思いを乗せる喋りはまた、うん、ね、県大会じゃないと県大会勝ち残れないから、うん、なるほどなるほど、いやまあ今だから言えるんだろうなと思ってるんですけどね、そうですねでも楽しみですよ、それはね、いや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 、みんなも青年部、読谷の青年部員だってそれはね、あるいは中部地区の青年部員の皆さんだってやっぱりみんなの代表だから、はい、中部全体の代表なわけだから、そうです、ね、今はもう読谷の代表じゃないわけだよね、そうですね、あ、ぜひ中部のね、はい、パワーをね、はい、各地区から来る人たちもね見せつけていただきたいなと思うわけなんですけどもね、はい、いやでもそういうストーリーの中で、こうまだ大起承転結みたいなものがあると思うんだけど、はい、次のこの展開はどうだったんですか、そうですね、まあそういう、まあ、その話からして、うん、やっぱその中でやっぱこの青年部に入部して、うん、その中でいろいろ最初は弁当が売れなくて、うんうん、その流れで、まあ、この商工会で出会った先輩からいろいろアドバイスもらって、うんうん、で、まあ、本当にそれで、まあ、なんだろう、
もしはこのなんだろう、この商工会の何か会とかがあれば、いろいろオードブルとか、あのスポーツとかがあれば、なんかこういう弁当とかの注文とかいただいて、まあ徐々に徐々にあの良くなっていったんですけども、そうですね、その中からまあその出会ったいろいろな人たちのお話をさせていただきましたね。はい、なるほどね。まあ、でも本当にこうビジネスっていうのはね、あの本当に人との関わりが一番良くて、まあ常に満足 100% はなくて、常に次考えるよね。そうですね、毎日のことだかもしれないけど、多分代表者になったら多分そんななるんだろうなって。僕もね、本当やっぱそうですよ。やっぱサラリーマン時代、旅行業時代ずっとやってたけど、そんなあんまりね、まあその時はその時で大変だったかもしれないんだけどさ、振り返ってみるとさ、今以上の大変ではないなと思うよ、正直。そうで、俺も社長になって、まだたった8年しかなってない、9年しかなってないけどさ、9年生の社長なんだけど、やっぱりなんかもうそうですね、あなたの今の400円弁当の話のようにね、俺もやっぱ最初の時は1万円の広告っていうの辛さがあったもんな。1万円の広告ですね似たようなもんだよ。はいはいはい。まあ、でもそういう誰しも事業者っていうのはね、トップになってる人っていうのはやっぱりこう、職員を抱えたりとかね、明日の明後日のことを考えたりとか、来年10年後とかやっぱり考えちゃうもんだろうからな。そうですね。まあ、そういうものがまた、聞いている人たちに伝えられればね、今回の市長発表大会もそうだったんだろうと思うんだけど、まあそれからやっぱりエンディングはどんな感じの締めだったんですか？もうエンディングはやっぱりこのみんなで青年部で力を合わせて、あ、ちょっと読谷祭りのことについてちょっと話したんですけども、具体事例を入れて、はい、そこでのこのやっぱ結束力みたいな、やっぱ仲間っていいなっていうことをちょっと、はい、いいね、ね、いいストーリーだね。これ誰が教えたのこれ？はい、こんな話題にしてっていうのは、いや自分で。まあ、とそうですね、はい。おそうなんだ。いや、これはやっぱり取るべき人が取ったって感じじゃないですか、安倍部長。そうなんですよね。ね、これは、こういう、やっぱ個人もそうだけど、やっぱり青年部としては、はい、なぜ青年部に入ったかとか、青年部によってプラスになったことは何なのかっていうことを、たくさんの方々にやっぱり知ってもらいたいですよね。そうですね。そういう、その、こうだてがしっかり出来上がってたんだね。はい、いえいえ。いや、素晴らしい。でも、ある意味、今ユミタンで事業をしているやっぱりこう今45までだったっけ、はい、45まで、ね、45歳以下の皆さん方にぜひ部員に入ってもらいたいって思いますよね。はい、そうなんですよね。ぜひぜひ本当に、ね、損するよって感じで、ね、楽しいですよね、入らんかったらね、はい、楽しく、本当に楽しく事業ができるっていう意味でね、はい、ぜひともね、この後また商工会青年部の事業内容も伺っていきます。一旦コマーシャルです。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はユミタンソン商工会青年部のお二方、アメク高志じゃない龍一父親の名前じゃなかったデジびっくりした今や自分で言ってからドッキリしてくれ絶対呼びたくない名前だったのにいやまあね本当に、紹介青年部の本当に重鎮2人が今日はね来ていただいて何かしら僕も若干こう緊張気味なところあるわけなんですけどもでも本当にこう阿部、部長そして江田副部長ね今回は、はい若い経営者の市長発表大会で、中部代表ということでね、はい、栄冠を、取ってきたということで本当にこう誇らしい限りなんですけれども、はい6月の24日には県大会があるということでございまして、はい、この8市町村中部の代表として、はい本当にこう頑張っていただきたいということで、はい、今日は応援番組も兼ねてですね、はい太田に来ていただきました。阿部校長ありがとうございます。でもこういうあの部員を輩出する読谷村の商工会青年部っていうのは本当に僕は素晴らしいなって今ねお話がありましたけれども、はい、もう誇れるね部長ね。そうなんですよね。やっぱりこれまでのさ、はい、部長になってから何年阿部部長は任期が2年ですので4年2年です。部長になってからは2年2年か、はい、部長2年なので任期がそうなんだ、はい、もっとなんか長くやってる気がするんだけどな。その前がまた副部長やってますので副部長で行ったからか、はい、ああなるほど。でも過去にもさやっぱりこう8年以来、はい、来は出てなかったっていうことであると、はい、8年代出てた市町村、はい、青年部があるさな、はい、よよよみたん以外のね、はい歩みたんも含めてのね、はいそのアウェー感みたいなの今まで感じてきたわけでしょ、はい、当然、はい、他の市町村がやったーみたいな感じになっていて、はいはい、その時と今回と比べてどうですか。すごい、うん、もうまさか取れるとはもう本当に思ってなくて、うん、でいつもウルマ、うん、強いんですよ。あそうなの。もう6連覇とかやってたので。マジな、はい、そうなの、うん、はい。もうソフトボールも6連覇市長発表大会もダブル優勝みたいなことをやってたのでやっぱりあっちゃんもとても力入れて、もちろん部員もたくさんいるっていうこともあるんですけど、そうかそうか、とても力入れてて、で今回のウルマの代表もウルマの部長が出るっていうことで、もうあっちも気合を入れてきたなっていう中、まさかの江田さんが取ったって。なるほど。あ、そういうのもあったんだ。会場がうわーって、うん、まさかの読みたみたいな。あ、そんな感じ。やっぱみんなもう毎年もうウルマ恒例だったので、あ、はい、ウルマとどこかみたいな。ウルマは悔しかっただろうな。そうですね。よかったこの電波ウルマには届いてないかもしれないけどそう言ってこう、はい、ああそうなんだ、はい、いやでも先ほど阿部部長、まあ江田さんのね、はい、その市長発表の中にその青年部のやっぱり結束とか、はい、特に読谷祭の話などということはありましたけども、はい、やっぱりから大きい事業になると、はい、やっぱりこう結束力が高くなるっていうのはね、はい、日頃なんかそのふん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 みたいな感じで、はい、な何やってるのかな、はい、みたいなね。そうなんですよね。青年部って何なのって、もちろん僕たち青年部入ってで、うん、まあ、8年とか9年とかではあるんですけど、うんうんうん、いや青年部入らないって募集をかけに行くと、うん、青年部って何なのって、うん、商工会は分かるけど、うん、で説明がしづらいんですよ。青年部活動を説明すると、うん、まず 100% に近い確率で入ってくれないんですよ、うん、あのボランティア活動で盛りに行ったり、ね、出店をやったりって、うん、それ何か入ってくるのって言われると、お金をもらうためにやってるわけではない活動なので、うん、そうだね、仕事もあるしっていうような形でちょっと断られることの方が多いんですよ、うんうん、ただ僕とか枝さんみたいに、うん、もちろん余儀さんとかいろいろ仲がいい仲間がいるんですよ、うんうんうん、その仲間で遊んでるところに呼ぶと入ろうかなって、うんうん、楽しいから。あ、だから募集のやり方を変えまして、まあ、前回も枝さんに紹介してもらったり余儀、さんに紹介してもらった人たちは、うん、スタートが居酒屋、うん、あ、ちょっと居酒屋で飲もうかっていうような形で、今までやっぱり店舗に行ってたんですよ。いい、ね、店舗に行ってもこの人の事業所に行って青年部長やってますっていうことで、うん、説明をして、うん、どうですかって、楽しいですよって、仲間作りもいいですよっていうような形で説明しても、やっぱり次の日に返事はもらえないことが多いんですけど、うん、もう去年くらいからのスタイルで、うん、とりあえず飲み会に呼ぼうかって、なるほど、僕たちの飲み会に来てもらおうっていう形でやると楽しいねって。でも実際はこんな活動を昼間はちゃんとやってる、うん、もちろん夜は仕事の人もいて、僕は昼間仕事なんですけど、うんうんうん、っていう説明もしながら、うん、市長発表大会みたいなこともあるし出店もあります、だけど基本はこんな感じで仲間と語り合ったりアドバイスをし合ったりする集まりですよっていうことで説明をすると、
入ってくれる確率が増して、今はそんな48名います。うん、うん、あまあまあいいね、はい、なるほど。でも、やっぱりこう皆さんにとっての、青年部はやっぱりこういう仲間作りでありながら、はい、で地域への貢献みたいなものがすごいこう、はい、ふつふつとこう湧いてきてる部分があってからこそ今の活動だと思うんだけども、はい、やっぱり最初の頃っていうのは振り返ってみて、あの区長はどうだったの？最初入った時は自分一人で入って、うん、もちろん一人で入って部長に挨拶をして、うん、定例会に出てってもなると緊張もしますし、うん一人ぼっちですし、うんだよね、発言もできないですし、ただその時にその当時の部長が、うんうんうん、じゃあ2次会行くよ3次会行くよって最後まで連れて行ってくれてたんですよ、うんうんうん、で話も聞いてくれたり、うん、であ青年部って大変だけど、うん、いろんな先輩方やっぱり大きな会社の先輩方とかもいますので、うんうんうん、いろんなアドバイスをもらいながらだんだん僕が先輩になってきて、はい、後輩ができたりするとまたさらに楽しくなって、うん、で今なるほど8年目ですかね、うん、ねえ。でもやっぱりなんていうのかな、商工会青年部っていうのは、まあ、組織ではあるんだけども、はい、やっぱり人とのつながり、今江田さんがね社表大会でも言ってたように、はい、やはりこう人とのつながりを作りきれるかだと思うんだよね、はい、そのためにやっぱりこう先輩方はやっぱりこう後輩たちをやっぱりこう人と人をつなぐためのね、はい接着剤的な役割になってほしいし、はい、また誰か受け身だけじゃいけないけれども、はい、やっぱ積極性をどうにかする形で作り上げていくっていう周りの環境作りっても大事ですよね、はい、うんまあ、そういうのが一つ一つの事業をしながら、うんそして、締めはやっぱり居酒屋でみたいなね、はい、やっぱりこう話もして話をすることが一番だよね、うん、ゆんたくゆんたく飲みながら食べながら、はい、いろんなアドバイスがありますので、営業種もちろん営業種なので営業種だからね、違う目線が出てくるよね、はい、やっぱりね、いろんな、うん、そんな中でやっぱりこう今商工会青年部がやってる事業みたいなものを、まあもちろんそのね、懇親することも一番大事なんだけど、はいはい、ちょっと今日はラジオでもやっぱ社会的にこういうことを商工会青年部って読みたんでやってるんだよっていうことをぜひね PR してもらいたいなと、はい、自分たちの番組であんまりそんなこと言わないからさ、言ったばっかりして今日はちょっと青年部をすごいんだぞっていうところをちょっとこう部長副部長2人の立場でお願いしたいなと、はいはい、真面目なところから言いますと年に2回そう、うん、献血をやってます。はい、ああ頑張ってるよねそれもね。真面目ですね。あ、僕はまだ一度も参加したことないんですけど。おいおいおい8年間僕らも社会的事業としてはね、はい、そうなんですよ、うん、ただ募集はして毎回毎回募集かけて皆さんに来てもらえるようにっていうのが真面目なところで、うん、あともちろん読谷の大きな行事、うん、読谷祭りでの出展、うん、青年部の PR、うん、もちろん先ほどのも話しました、うん、八千市での出展、読谷村の特産の PR が大きい事業で、ね、まず初おこし獅子舞、分かる方はもちろん分かると思いますけど、はい、各事業所商工会に加盟している事業所を1月の最初の平日、うん、だいたい月曜日なんですけど、はいはいはい、に各事業所を回って借りをつけるために素晴らしい、だいたい30箇所朝8時半から、はい、30箇所も行くのあれ、夜の8時ぐらいまでひたすら回って、すごいね、借りをつけに、はい、もちろんその時は僕たち仕事できないんですよ、だから1日多く休めてるっていうのか、あ、1日仕事できてないっていうのか、うん、にはなるんですけどなるほど。いやでも正月からね、はい、でもなんていうのかな、お祝いされる我々もね、はい、もちろんあの FM の方にもね、はい、あの毎年来ていただいてるわけなんですけども、はい、本当にこうおかげさまで、はい、あのおかげじゃないかな、 FM タンも右肩上がり、ちょっと右肩上がりぐらいでね頑張らせていただいてるわけなんですけども、はい、本当にのやっぱりね正月らしい雰囲気を作ってくれるもん、はい、うん、じゃないと日頃の業務と一緒さ ね、はい、そうなんですね、出勤して、ね、タイムカードをして仕事するみたいなね、うん、はい、それはやっぱりこう使命が来ることによって、あ、正月だなって、今年も頑張ろうぜみたいなね、はい、なってくれる、スタートですから、スタートだからね、はい、そういう意味では青年部の役割大きいなと思いますよね、うん、あとはベニーモサンタ事業、あのクリスマス時に一気に12月に飛ぶんですけど、はい、12月にですね確かに、はい、あの保育園、うんうん、大体3、4箇所ですね、はい、プレゼントを持って、だいたいお菓子御殿のお菓子を300、うん、400個買って、で各園児にのところにベニーモサンタとしてサンタさんが保育園を訪問して、うん、で保育園の皆さんの演技とか遊戯とかを見せてもらって、後に一人ずつ
お菓子を配る、もちろんボランティア活動ではあるんですけど、青年部はですよっていうことでやってます、ね、すごい、 やっぱりなんかな、子どもたちとの関わりっていうのは忘れてはならない事業の一つかなと思いますよね、はい、うん、自分たちも楽しいよね、うん、そうなんですよ、ね、大泣きもしますし実際自分の娘たちがいるところを優先的に行くのもあるんですけど、うん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 、泣かれたり楽しいですなるほどね、初めて見るサンタかもしれないし、はい、でもね、なんていうのかな、そういう子たちがまあ小学校とかね、やっぱりサンタにお願いをするっていう意味を持ってくれるっていうのは、はい、うん、なんか嬉しいよね、うん、はい、でも、うん、リアルじゃないサンタなんですよお前なんか夢壊してないか大丈夫かおいサンタの格好はしてますけど、うん、リアルじゃないんですよ、うん、なるほどね、いやでもね、そういうその社会貢献事業っていうものを自分たち自らやっぱりこうやってきて、はい、これがまた先輩方からね、はい、受け継いでこられている事業としては、はい、いつかベニーモサンタで泣いた子が青年部員になる時期が来るんじゃない、はい、そうですよね、うん、もうもしかしたらいるかもしれないんですけどね、いるかもしれないよね、だって20年まで続いてるはずだからね、はい、多分ね、うん、いるはずですよ、もしかするとそういう子たちがねいるかもしれない、はい、ぜひともねそういう意味での商工会青年部、また草刈り事業とかもね、はい、これは毎月1回、うん、古地の森っていうことで、はい、読谷さん、まあ、沖縄産の三味線を作ろうということで、うんうん、読谷村に古地の森を、ね、がありまして、それの毎月の草刈り作業、うん、まあ、草刈りプラスメンテっていう形で、うん、これは毎月ですので やっぱり大変ですよ、うん、あれも本当にもう青年部ね、もう本当にこうこれはその読谷村のことではなくて、はい、本当にある意味その読谷村の若者たちが、はい、沖縄の未来のために、うん、はい、この事業をやっていると、はい、これはなかなか他の市町村ではある事業じゃないわけだから、そうですね、これは本当に誇れるものだと思うし、はい、本当にそこを頑張ってくれてる青年部がいるからこそ我々もねこうやって自慢ができる、はい、誇れる大人の一人としてね、うん、これをもう僕はいつでもこうやっぱりこうみんなに伝えていきたいなっていう事業の一つですよね、はい、うん、この事業に関しては100年後ですので、うん、僕たちがその木で三味線を見ることはないんですよ、うん、僕たち孫、はい、孫世代になってくると思うんですけど、うん、ね、やっぱり三味線発祥ですので、うん、読谷村が、うん、やっていきたいなと、ね、どうですか、今安倍区長の話を聞いて、はい、江田副部長次期部長になるわけですけど、予定としてはそうですね、おっしゃる通りだなと、うん、おっしゃる通りだなと思いながら適当か、いやでもまた来月から世代交代して、なんですよ、そんなに喋れるかなって本当に不安に、あ、なるほどね、すごいなって、うん、大丈夫よ、前もってもうスケジュール決まってるから、いや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 、そういう全部メモ帳、メモ帳持って、メモ帳持っていや、すごいですよ、さすが部長です ね、 ね、でも2年後ができるようになるんです、いいすね、でも本当にそういう風にしてまた人の付き合いが新しい事業を継承され、また作り上げていく、でまた人のつながりがまたさらに増えていくという、もう常にこの輪廻だと思うのでね、本当にプロジェクトを絶やさず、やっぱりね頑張って、ここはね部長としては人と人をくっつける役目ですからね、頑張っていただきたいなという思います。さあ後半エンディングに続きます。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は、ミタンソン商工会青年部ね、アメック部長そして、枝副部長お二方をお迎えしてお話を伺っております。はい、前半はね、アメック部長の紹介によって、先立って行われました若い経営者の市長発表大会、そちらの方でユミタン代表として出ていただいた枝副部長が、なんと、中部8町村代表ということで選ばれまして、6月の24日には県大会の方にね、はい、出場が決まったということでございまして、はい、目指すは全国大会はい、前に九州、それは九州でした。全国大会が今回沖縄でマジな、はい、開催されるの で全国っていうなんか、ね、感覚はないんですね。感覚ないな、うん、まあ、九州に行けたらいいね。はい、そうですね、俺が言うのもなんだけどまあでもね、あの、はい、いろいろとね懇親を深める意味では、そういう一つ一つの事業をね、うん、こなしながらということでありますが、先ほどもね、まあ、アメック部長から、はい、商工会青年部はこういう活動をしてるんだっていうことをね、はい、ぜひね、うん、あのラジオ機の皆さん方とか、同世代の今ね、年齢も先ほど言いましたけど45歳まで引き上げられまして、まだまだ若いんだということでね、はい、うん、45歳までの、事業主、これはもう特段その経営者のみならず、はい、本当にこう青年部活動として、はい、事業を伴っている方々をね、はい、一緒に活動して いただける方は、はい、もうぜひとも入ってほしいということで、はい、大募集中、はい、ね、ずっと募集ずっと大募集中です、はい、よろしくお願いしたいと思いますね。まあ、あの詳しいお問い合わせなんとかございましたら、エミタンソン商工会の方にね、事務局の方にまた問い合わせいただければというふうに思いますので、はい、とりあえずは、居酒屋からスタートということでございますのでね、はい、よろしくお願いします。まあ、はい、飲み会がないと面白くないからな、時代、この世代的にね、はい、そうですね、楽しいよね、やっぱりね、楽しいです、はい、でも青年部だからといって、うん、皆さんがお酒を飲むわけではなくてですね、あ、そうかそうか、全く飲まない先輩もいますので、うん、確かに、それでも居酒屋に来て、まあ、人よりご飯を食べて帰るんですけど、うん、もちろん飲めない方でも、うん、大募集してます。まずは青年部だからって交流することかな、男だけでもなく、あ、そうか、女性部員もいるよね、いますので、はい、あ、うち あの幽霊部員とも言われる日上ゆきも今はチェンジして、あ、まさに変わってね、はい、今ね、松田さんに変わってますから、はい、今ソフトボールとかもなんか頑張ってるみたいで、はい、ソフトボールやっぱ得意分野を生かしてもらって、うん、まあ、好きなところからでもいいのでスタートしてもらってね、ありがたい限りでございますけども、うん、ぜひね、はい、そういう意味では、まあ、それぞれの会社で商工会入ってるところもあると思いますけれども、はい、まあ、800余りの会員がねいるわけなんですが、はい、その会員もまた、若いスタッフをね、はい、青年部にこう送り込んでいただければね、はいはい、そうです、うん、ぜひともいろんなつながりができると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、もうエンディングになりましたけれども、アメック部長、はい、まあ、もうあと1ヶ月を切ったということで部長職も、はい、予定では今回の総会までと、はい、いうことでありますが、はい、まあ、振り返ってみてどうですか、この2年。この2年は、うん、皆さん長いようであっという間っていう言葉よく使われていると思うんですけど、うんうんうん、本当に長いですね、2年間ではあの4月の20日がユミタンソン商工会青年部の総会、あ、そっか、なるんですけど、はい、もうあと1ヶ月を切ってる状態なんですが、はい、この残り4週間残り3週間となってくるこの1日1日が、うん、とても長いんですよ。あ、ここが長いんだなるほどね、はい、まあ、ある程度やってこれた感はあります、はい、楽しかったです。うん、もういろんな経験させてもらいましたし、うんうんうん、人前で話することっていうものは2年前っていうのはほとんどなくてですね、あ、無理やりさせられてたんですよ、うんうん、その時のその部長とかにですね、はいはいはい、ただこの2年間は自分からやらないといけないですし、うん、そういったことではいい経験、うん、もう半端じゃないぐらいのすごい経験ができて、なるほどね、楽しかったです、うん、今思えば楽しく、うん、あの時はもう心臓も痛いですし胃も痛いですしなるほど、まあ、でも、俺も一発の、まあ、ちょっとこう経営者の立場からね、はい、言わせていくと、はい、やっぱりこう青年部活動をして、会社は大丈夫なのかっていうふうにやっぱり心配するところがあるわけですよ、はい、そこら辺は部長職となったら余計大変だったんじゃないかなと思う。その辺はどうでした？やっぱり仕事はどうしてもやらないといけないもの、うん、そうですよね、もちろん部長となったからには部長職もちゃんとやらないといけないもの、うん、まあ、両立しないといけないっていうこともあるんですけど、うんうん、やってもやらなくても2年間は過ぎていきますので、どうせならなるほど一生懸命2年間をやろうかと思って、うん、でやってるうちにもう2年経ちますの で、うん、で会社はまだ存続してます商工会青年部が潰れることっていうのはないんですよ、うん、僕の会社は潰れてもなので
会社を、まあ、大切に思いながら、そういうことね、はい、うん、せねば潰れませんので、うん、僕が潰れても。なるほど。あ、でもそういう意味では、次期、予定者にメッセージといえば、まあ頑張るしかない。頑張る、頑張るか、頑張るじゃないか、はい、やりたいことをやったらいけると思うんですよ。そうですね、まずは好きになるということやね。そうですね、うん、そこを目標に、はい、ね、部長を好きになる、はい、部長職っていうものを好きになるみたいな、はい、うん、部長ですからね、うん、そうです、で、はい、トップだからね、はい、トップですから、理事になるからね、商工会。そうなんですよ、商工会親会の理事にもなるんだから、自動的に、あと当て職で、はい、ぜひ頑張っていただきたい。さあ、短くなりましたけれども、はい、次期、商工会青年部長予定者ということで、はい、はい、枝高成、高成、はい、どうですか、抱負じゃないけど、まだ早いかもしれないけど、まあ、あの、まあ、まだあくまで予定なんですけども、うん、まあ、その、まあ、僕が部長になったら本当に、うん、まあ、今アメック部長のもう本当に2年間ずっと多分なんだろう、アメックさんの嫁さんより僕アメックさんと接してる自信があるので、そういう、そういうそれぐらいずっと背中というか、うん、肌、あの、横について、うん、あの、そういう行動とかやっぱ頑張ってきたのを、ね、見てきたので、うん、まあ、それを、ね、あの、ちゃんと、あの、踏み台にして、うん、さらなるこの読谷村の、うん、を盛り上げていけるように頑張りたいと思います、うん、はい、嬉しいね。いやでも本当にね、はい、もうだって副部長でずっと2か年間ね一緒にやってきたわけだからね、はい、そういう意味では、はい、しっかりと DNA も植え付けられてるんじゃないかなと思うし、はい、ね、アメ部長だってね、部長になったときはそれはもう人前で話すなんてことはそうそうなかったでしょうから、はい、ね、大変ですから、ある意味もうかなり学びになったんじゃないかなと、うん、それはまた今後また、後輩たちにね、はい、しっかりとまた、部長をサポートできる立場になるでしょうし、はい、経験者としては、はい、そしてまた、後輩たちと部長をつなぐ役目っていうかな、はいはい、うん、ご自身が経験してるからこそできることだと思いますから、うん、ぜひね、アメック部長には本当にこれからも頑張っていただきたいと思いますし、はい、また、新部長となる江田さんにおいてもね、いろんなところとつながって、うん、先ほどお話しされてた視聴発表大会の人のつながりを、はい、さらに輪をかけて、はい、ね、そうですね、今度はもう村外までも、はい、どん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 手を広げていただきたいなというふうに期待したいところであります。はい、さあ、お送りしてきましたユンタンチャー出番ですが、今日はユンタンソン商工会青年部の、はい、現部長副部長お二方アミックさんと江田さんお迎えしましたけれども、はい、部員に、何か言いたいことありますか、部長。部員は大変僕のために助けていただきまして、うん、部員に助けられたっていうことが大きいので、うん、無事まだ終わってないんですけど、うん、無事終わりそうです、ね、ありがとうございます。これからもね、人増やしてね、部員の皆さん方一人一人が部長の立場になってまたね、はい、メンバーを増やす努力を頑張ってもらいたいなと期待したいと思います、はい、まあ、松島一郎商工会の、はい、親会の副会長させていただいてますから、そういう意味では青年部の力は本当に、頼もしい限り期待しておりますので、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします、はい、今日のゲスト商工会青年部の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張って検討役会、はい、坂内田坊